50年代のスイス軍のワークパンツ。そう、ミリタリーだね。そう、ミリタリーの。おはようございます。ラストでーす。ということでね、はい、今回はですね、うん、ちょっとね、新しくパンツ買ったんで、ニューパンツ、うん。それをね、紹介したいと思います。はい、で、今回ね、買ったのが、うん、このようなね、感じのパンツ買いました。またまたワイド。ワイドだね。めちゃくちゃワイドでしょ、これも。そう、やばいんだよ。すげえ太いよ、これ。すげえ太いんだけど、うん、ワイド好きだからさ、うん、買っちゃったんだよね、うん。で、これ何かっていうと、これ50年代のスイス軍のワークパンツ。そう、ミリタリーだね。そう、ミリタリーのパンツなんだけど、うんうん、めちゃくちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。ね、まあ、ミリタリーってさ、うん、聞くとさ、結構あの緑色のさ、うん、あのカーキのイメージあるじゃん。うん、だけどさ、ヨーロッパのさ、こういうのあってさ、うん、そうすげえかっこいいんだよね。かっこいい。一回ちょっとディテールね、見したいよ、これ。うん、ねえ、こんな感じなんだけど、うん、生地がね、なんかもう、うん、結構厚めで。めちゃめちゃね、厚いよ、これ。デニムっぽい感じなんだよね。うん、で、普通にディティールは、この、ボタンフライ。そう。なってて、ポケットがね、うん、こう、見えるかな。なんか、ベーカーパンツみたいな。そうそうそう。感じでこうなってんだよ。うん。で、ハンマーループとかあるんだよね、これ。そう。意外に。逆か。そう。これ、ハンマーループとかあって、だからなんか、ベーカーパンツと、そのなんか、ペインターパンツ合体させたみたいな感じなんだよ。うん、で、裏が、うん。右だけなんだ。右ポケット、裏ポケットだけで、うん、こっち何もなしみたいな感じになってて、すげーかっこいいね、これ。そうで、このね、ボタンがね、アルミ製になってんだよね、うん、で、めちゃめちゃかっこいい。かっこいいね。やっぱプラスチックだったらちょっと違うじゃん、うん、で、これのなんか後期、うん、1980年代のやつは、うん、プラスチックに変わってんだってね。そうらしいね。そう、で、色もちょっと変わったりしてて、うん、多分生地感はどうかわかんないけど、うん、まあこっちの方がね、かっこいいと思ってこっち買ったんだよ ね。やっぱ古いのがいいなんてね。そう。とかもあるから、うん、まあ比べてないけどね、うん、どっち買うってなったらちょっとあまりね、値段も変わらなかったんで、うん、同じだったんで一緒、そう、こっち買っちゃいました、うん、で、やっぱね、古いからね、そのリペアコンとか、うん、そのがっつりリペアされてんだよね、うん、ポッケとかもね、こう全然ね、こっちはさ、こうスーってこう丸くなってんだけど、うん、もうこうなんかなくなっちゃってるんだよ、穴開いちゃったから、うん、切ってまたこう縫っちゃってるとか、うん、あと膝がもうがっつり多分穴開いてるから布ごと全部変えてます。そうね、うん。あとこっちの足の裏とか、うん、ここも多分引きずってねボロボロになってたから、うん、ここもね全部変えられてて、うん、後ろのねこのポッケのとこ、ポッケとか後ろケツか、うん、ここも多分穴開いてたから、うん、新しい布でね補強されてるんだけど、うん、やっぱねこういうリペアされてもかっこいいんだよね。かっこいいね。うん、リペアしててもなんか本当に。逆にこれが味になってかっこいいみたいな、そういうデザインみたいな感じになってるね、うん、で、ディティールもう一つに、うん、これね、うん、まあこうなってんだけど、うん、まあ後ろで見やすいか、後ろ見るとこのベルトループのさ、うん、間にこのサスペンダーボタンついてんだよね、うん、サスペンダーボタン、うん、ここに。でも表ないんだよ、うん、で、どこにあるかっていうと内側、この内側についてます。そうね、うん、なぜかこう内側に入ってて、まあ、多分ミリッタリーだからなんかどっかに干渉しないようにとかなのかな、わかんないけど、まあ、内側と後ろが外側って感じで、うん、まあそのサスペンダー使いたい人も使えるっていう。そう、うん、サスペンダーこれつって入っても可愛いと思うんだよね、うん、このダボダボさだったら、うん、昔の多分使い方も多分サスペンダーやって多分つってたんじゃないかな、うん、ね。そうで、ほんとさっきも結構見せたけど、うん、色がさ、うん、何なんだろうね、これグレーっぽい緑みたいな感じでめっちゃかっこいい。かっこいい。であと忘れてたんだけど、うん、これがあるんじゃん。あ、そう、うん、これね、ポッケさ、うん、普通に前あるんだけど、うん、この横にこうもう一個なんかあって、うん、このね、ボタン開けると、うん、ここ入るんだけど、こっちから出てくるんだよ。そうで、貫通ポッケって言うんだよね、うんうん、で、これ何かっていうと、これはだからその普通のデニムとかの上に入って、うんうん、そうすれば貫通ポケットあればここのねデニムの中のポケットにアクセスできる。そうだから、うん、なんて言うんだろう、ズボンのアウターみたいな。そうそう、だから冬さ、日本とかちょっと寒い時あるじゃん、うん、寒いね、真冬とか、うん、で結構もも引きみたいな履いてる人いるんだけど、うん、そしてこれは必要、ね、これがあれば、そうそう、これデニムの上に履けるっていう。しかもデニム座っててる人いるじゃん。そう、そう、これを履きながら、デニムってさずっと履いてたら座ってたいけど、あの飽きちゃうじゃん。そう、
それの上でゴルフ切れるっていう、それ最高なんだよ。最高だよ。しかも当たり出やすいっていうね。そう、確かにここ滑るからね、ね、うん、だからこれいいじゃんと思って買っちゃったんだよね、うん、だからほんとね、だからその中にズボン履くから、うん、だからもっとワイド感、ワイド感がすごいんだよ。確かに、まさに、うん、だからこうなんだけどね、うん、今からまあ履くけど、うん、ちょっとシルエットね、これもしかしたらね、ワイド苦手な人はあんまり好みじゃないと思うんだけど、うん、多分ワイドパンツ好きな人はね、これドンピシャだと思うんで、確かにね、これ今からね、履きたいと思います、はい。はい、これね、履いてきたんだけど、うん、これね、まず1個目がこの今着てるやつ、パタゴニアの90年代の T シャツなんだけど、うん、同系色じゃん、うん、ワントーンコーデみたいな感じで、うん、まあ、着てみたんだよね、うん、で、まあ、今から冬だからさ、まあ、T シャツ着れないけど、うん、もしこれ夏着るとしたらみたいな感じで、まあ、着てみたんだけど、うん、ワントーンで、まあ、シャツインして着てみました、うん、ワイドだから、うん、やっぱハイウエスト気味ね、うん、履いて、まあ、履いてもいけるみたいな感じ。そうで、しかもね、これ結構作りがね、うん、股髪がクソ長いっていう。そうすごいんだよね、これ、うん、普通にウエストで履くとめちゃめちゃ長い、うん、そう長いし、うん、なんかダボってしちゃってケツがなんか変な感じになっちゃうよね。ケツがね、結構広いんだよ、これ、うん、作りがね。意外とね、そこの履き方はむずいんだよね。そう、うん、だから結構ハイウエストで履くといい感じになります。そうで、ハイウエストにするから足長い感じになるし、うん、確かに結構ね、そのハイウエストにして着て、まあ、シャツにするとかっこいいと思います。うん、うん、で、2個目に、まあ、普通にこれ着て、うん、まあ、白 T シャツにして FFA ジャケット着たんだけど、うんうん、もうめちゃくちゃ武骨でいい。めっちゃいいね。ね、 FFA ジャケットめちゃめちゃこの頃使ってるけど、使ってるね。すごいよね、やっぱり。いい、いい、うん、だこういうさ、やっぱミリタリーだけどもうワークパンツみたいな感じじゃん、普通に、うん、そうだね。だからそれに合わせるとね、うん、もうめちゃくちゃいいわ。めちゃめちゃいいね。しかもこれハイウエストで履けるじゃん、うん、だからその FFA ジャケットめちゃくちゃ丈短いから、うん、ちょうど合うんだよね、うん、これに。めっちゃほんとね、めちゃくちゃいいコンビになるわ、これは、うん、でしかもこの時期ね、これから冬履けるということで。確かに。でもこれもちろんね、このデニム履いてなくても全然履けます、うん、全然履ける。これだけでも履ける。そう、うん、これだけでも実際あったかいと思う。あったかい。だってすごい生地、これね、もう一生言い過ぎだな、これは。でもそうなんじゃない、うん、だって50年代だから、もう70年前の、うん、のパンツなわけじゃん。だからもう70年は持ってるわけだ。確かにね。だからこれからまた、いけるでしょ、全然。まあいけるな、うん。これからも一生履けると思う。これね、生地感ね、見したいんだけどね、すごい熱いよ、これ、マジで。音数がすごい。音数どんぐらいなんだろう。多分15、6だと思うんだけどね。そう。めちゃめちゃ熱い。うん、15、6音数のデニムみたいな感じの生地ですね。うんうん、そう。うん、でしかもね、結構ね、作りしっかりしてんだよ、本当に。いや、めっちゃしっかりしてる、うんうん、やっぱミリタリーってやっぱりね、壊れたら終わりじゃんね。だからやっぱり作りがすごい、うん、さすがにこういうなんか昔のできた穴っぽいのをリペアとかされてんだけど、うん、でもそれでもね、全然これからもまたリペアしていけばいいだけの話だから、うん、全然いいと思う。そうね、うん、はい、ということでね、はい、今回やってきたんだけど、うん、うちら全然さ、そのヨーロッパフリーとか、うん、ユーロミリタリーの知識がないじゃん。そうだね、ないね、ね、うん、で、最近ちょっと興味出始めて、うん、まあ、買い始めてんだけど、うん、まあ、その中でね、今回こういいの見つけたんで、うん、まあ、紹介したんだけど、うん、そう、結構だからね、ヨーロッパ古着でもね、うん、まあ、ミリタリーかな、うん、結構いいのあんだよね。あるね。そう、うちら全然知らなかったんだけど、うん、
探してみたら、うん、意外にさこういうのでもさかっこいいみたいな。かっこいい。でケントも前にそのフレンチワークジャケットとか、うん、かっこいいもんね。かっこいい。だからうちらは全然その昔まではさ、うん、そのヨーロッパ古着を見てこなかったじゃん。見てこなかった。だからまあ最近ちょっと見始めたんだけど、うん、いいっすね。そう、うん、でしかもさミリタリーって本当に全世界に一応あるわけじゃん、うん、あるね。だから服は絶対あるはず、うん、だから意外にさフォールトね、そう、面白い。面白いですね、うん、はい、ということでね、うん、今回このスイス軍のね、うん、50年代のワークパンツ紹介したんですけど、うん、この動画良かったと思ったらねグッドボタンとコメントよろしくチャンスお願いします。 Twitter とね Instagram やってるんでそちらのチェックと、うん、チャンネル登録済ましてない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイ。